わたこはどうもメリエです。それでは今回はねスプラトゥーン3フェスが来てるので早速ねちょっとねフェス遊んでいきたいなと思います。ポケモンコラボということでちょっとねテンション上がってるんですけど早速ねやっていきましょう。このさみんなさめちゃくちゃイラスト上手いけどさみんな何で描いてんの？指さすがにあれ指じゃなくてなんかペンタブじゃないけどそういうペンとかを使ってるの？ちょっと気になるよね。何で書かれてるのかなって。で今回まだね選んでないんですけどフェスのお題、まあ、パートナーに選ぶなら草タイプか炎タイプか水タイプということで、まあ、ちょっとね、まあ、ちょっと友達はみんなね炎らしいからちょっと炎選ぼうかなって思ったんだけどちょっとね自分的には草タイプがね結構好きなポケモンがまあ比較的多め、まあ水とか炎も好きなんだけど、なんか草タイプにねしようかなって。よく見たらこれ背景さちゃんと今までの、まあ、最初にもらえる3匹御三家のシルエット書いてあるんだね。気づかなかったわ今まで。この前のね御三家で言うと結構ね炎タイプが多くて草タイプ全然選んだことないのかな多分なかった気がするんだけど、で次回作のねスカーレットバイオレットは草タイプのねニャオハを選ぼうと思ってるからちょっと草にしよっかな。今回ねあれなんだよねパートナーだけど最初に選ぶ3匹のうちに選ぶならどれとかじゃないから、草にしよっかなって。でマジでほとんど炎だったんだよね多分今までやったことのあるポケモンシリーズ振り返ると。まあでもね今回ちょっと草でやってみようかなと。好きなポケモン多いしねジュナイパーとかもねいるし草でやっていきましょう。まあ、次ねニャオハだし参加する。 OK 中間がね水が一番だったらしいんだけど、まあ、結構ね僅差だった気がするんだよね。フェスティにね着替えて、フェスティになると胴体がさ固定されちゃうから結構ねどの武器でいくかまた悩むんだけど、結構胴体ねイカ忍者だったりまあ普通にサブインク軽減とか結構そういうのいろいろ乗っけてたからちょっと困るんだけど胴体なくなるとギアの厳選がねまだあんまりできてないから、まあでもねちょっとイカ忍者ね大体結構欲しくなっちゃうんだけど、あこの時ってあれないのか、あマイコであったわ。今日悩むんだけど結構ねイカ忍者ねつけてたりするから、イカ忍者がなくても立ち回れる武器ってなるとまあそうだね、まあ、ブラスター、ホットブラスターとかロングブラスターか、まあ、若葉シューターとかで行きたいなーって感じかな。寿司でもいいけどね。さて、今回はね、ちょっと若葉シューターでやっていこうかな。よし。いや、若葉もね、結構好きなんだよね、普通に。これ2連、できるかな？あ、足りないじゃん、ちょっとギア。まあ、そこは、いっか、とりあえず。今回はね、普通にやっていきましょう。で、まあ、ちょっとフェスね、やっていきて。トリカラバトルね、やりたいね、トリカラバトル。前回トリカラバトルがね、全然マッチングしなくて、一回もね、遊べなかったんだよね。まあ今回ね、ちょっと負け側なので、まあ、ちょっといいんじゃない？トリカラバトルでやっていこうかなって感じで、ちょっと遊んでいこうかなと思います。それでは早速、やっていきましょう。まあ、武器ね、途中で変えるかもしれないけど。何戦か遊んでやっていきましょう。よし。あ、なんか炎とか草とかあんな書いてあったっけ。普通のやつだね。普通のナンバリバトルフェス、あんなマークあったっけ前のフェスって。今回特別かな。あ、やっぱ2連投できないのしきついな。やっぱシュッ。
ちょっとやばい、いるじゃん。いや、ちょっとサビンク、いや、やばい、ありがとう、やってくれた。大丈夫かこれ。丸見さ、ちょっと黙っちゃうなこれ。普通にプレイしちゃうな。え、ちょっとやっぱ2連と胴体につけてた分のサブインク軽減がここに来て効いてる。欲しいわ。押せ押せ。うわっ、うわっ、やべ。ちょっとバリアでね支援しながら。消えそうだなバリア、やっぱ消えた。ちょっと待って、きつい。ボム2連投したい。クソ、フェスティを厳選してなかった。うわ、バリアブル届くな、やっぱ縦振り。やべ、ワイプアウト。ただそんなに前線上げてなかったから相手さん、まあ、まだ間に合うかな。いや、2連投したい、マジで。まあ真ん中とりあえずキープして、やばやばいやばい、マルミサきつい。うわ、やっぱ、あやっぱ変わるな、このサブインク軽減が足りてるか足りてないかでやりやすさが全然違うわ。若葉のちょっときついなこれ。あ、やばい、落ちちゃった。シュッ、うわ、ぬれぬれ、やばい。あー、行き過ぎた。あ、どうかなこれ、やばいかな、左右取られてたかな。やっぱ全然違うわ。ちょっと、やりにくい。やったー、勝ったー。ただなんか全然あれだね。見どころなかった。まあお互いなんか真ん中を牽制し合ってた試合だったな。お互いそこまでめっちゃ攻める感じでもなく、みたいな。とりあえずね、勝てたのがでかい。やっぱ全然ちょっとやりやすさが違うな、2連投できるかどうかで。どうしようかな。まあ、とりあえずね、フェースポイント貯めていこうかな。やっぱり。ちょっと、ホットブラスターにしようかな。ちょっとサブインク軽減足りてないのが、地味に、大変っていうか、あの、2連投ができる、赤羽シューターに慣れてたからちょっとやりづらい。なんか大体炎対草の戦いになってるんだけど、水が一番なんだよね。水と戦わないといけないんじゃないのこれ。どうなの。トリカラバトルあんまり来ないな。やば。うわ、マジか。あー、ハンマー来てたー。やば。やばい。めっちゃ下手くそになってる。うわ、バリ。
はちょっとしんどいんですけど。ちょマジ黙っちゃうな俺。真剣になればなるほど黙っちゃうからね。ちょっと待って、やばい、インクない。やば、こういう時メインク経験ついてないのが響いてしまった。いやーちょっとやばいかもこれ。今やられたくなかったわ。ナイス。ちょっと一回落ち着こう。よしよし。マジ？ちょっと待って。いやきつい。ちょっと待って、これマジでちょっと、うわちょっとしんどいなあ。やっぱメインクケが欲しいなあ。立ち回り的に、いやこれどうなの、どっちが攻めてんの。わあ、ありがとうございます。 0.1% 差。2ポイント差。マジでありがてえ。マジで、なんか草チームいいぞ。マジで。いいね。あ、なんか、フェスティこれ特別性もしかして。今更だけど。まあ、悩むわ、これ。ちょっと一回。あれかな。ちょっと次、ロンブラ使ってみようかな。ロンブラでもあんま得意じゃないんだよね。あ、お、すげえ、ニャオハ書いてある、背中に。かわいい。いいね。めっちゃ特別性じゃん、このベスティ。これ普通に欲しいんだけど。普通にこれ、ギアとしてもらえないかな。めっちゃ欲しい、これ。あ、ちょっと待って、あー、しまったわ。ギア買いのせいさ。あー、まぁちょっとね、メインク経験欲しいけど。アクション強化も欲しいんだけど、まあ、胴体がね、つけられないからちょっとメインク軽減がね、どちらかというと欲しいんだけど、あれだね。まあ、ちょっと、ロムラだから、あんま連射そこまでせず、立ち回っていけたらなっていう。いや、ホップラとノバブラは結構好きで使うんだけどね、ロムラなんかあんまり得意じゃないんだよね。なんかロングレンジやっぱ得意じゃないのかもな。よっしゃい。いや、そろそろ鳥からバトルしたいな普通。待って、マジで炎と草としか当たんないんだけど。あれ、水は、水、水、水が1位だから水に勝たないといけないんじゃないの。まあ、炎やってポイント稼ぐってのあるけど、どちらかというと水とやりたいんじゃないの。どうしよっかな。ちょっとライン引いて、よしよし、いった。やばい、これまずいかも。あ、ぶな、ギリギリだった今。丸みさん、なんかいる、大丈夫か。あ、なんかいるよね。あ、ありがとうございます。ちょっとソナー投げてみよう。うわ、やべ、危ない、当たった。ちょっとインクない、インクない。やっぱメイン経験欲しいわ。しんどいわ、ちょっと。よしよしよし、危ねえ、ギリギリ。
ちょっと今日のロンブラ調子いいんじゃないの、もしかして。いや、やっぱりカニタンクはね、よくない。ここら辺に潜んどく。あー、ちょっと待って。一回ちょっと落ち着こう、落ち着こう。ちょっと待って、毎日ミサイルは良くないわ。あ、ジーコールこれぜ。あ、怖え、危ねえ。やばい。ちょっと、ボム投げて。おお。やばいやばい。あ、逃げたかったな、今。距離取りたかったけど、焦りすぎてダメだった。しゃあ。どうしよっかな、これ。ロンブラの距離感がつかめてない感がすごい。あ、ちょっと待って、え、怖いんだけど。いるよね、いるよな。やばい。うわ、ちょっと待って、マジで使いこなせてないわ、ロングブラスターを。やばいやばいやばい。ちょ、プロモデラーにめっちゃ荒らされてる。よくないわ。ちょ待って、うわ、マジでやばい、これ。うわ、カニ、うおー、何に当たった。カニなんか当たった、マジ。あ、マジでまずい、これ超きつい。ちょっとどうしよう、こっちもいてるもんね。よし、やばい、やばい、インクない、インクない、やばい、もう。ちょっとマジでメインク軽減つけたい、本当に申し訳なさすぎる。ちょっと待って、きついわ。うわぁ、これやっぱりロングブラスト向いてないかもしれない。やっぱあれだもんね、インクの管理とかもっと難しいもんな、ロンブラは。距離の管理とか。ちょっと一回ガチャ引こう。気分転換にガチャ引こう。おわ、泣きったな、バトラー。あ、これ、なんか全然レアなやつ出た試しないんだけど。こっちもね、いいとこ。あー、フードチケットね。ちょっと、あれだな、ほんと、マジで、ギア系、ギア厳選。イカサクのギア厳選はね、ちょっと、ある程度やってきたんだけど、サブ経験とかの厳選が全然できてないから、ちょっとしんどいな。まあ、とりあえずやっていきましょう。でなんか今のところ連続で草と炎と当たって、まだ水と当たってないんだけど、人工的に草と炎が多いのかな。炎がやっぱ多いから炎と当たるのか。あ、切った、ドリクラバトル、やった、初めて来たんだけど、マジで。前夜祭以来なんだけど、え、ちょっと緊張する。二人だもんね、なんか責任感重くない？めちゃくちゃ重くない？責任感。うわ、すごい。これ炎をできるだけ蹴落として行った方がいいんでしょ。そこは、ちょっと待って、仲良くしよう、仲良くしようぜ。いや違う、水だから敵だ。やばい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 。スーパーシグナルを、よしよし、スーパーシグナルを取りたいんだから。ちょっと待って、マジきついな。ちょっと待って、一回ちょっと、いや、きつい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 。え、ちょっときつくないよこれ。取りに行かないといけないんでしょ、きついよね。え、めっちゃきつくないこれ。炎と協力しないといけないんだから、協力するっていうか、まあ認めなんだけど。あ、きついわやっぱ。あ、ケルビンか、そっか。いや、これ取りに行かないといけないんだもんね、あれを。結構しんどいな。いや、アップな。取れる、取りたい取りたい。あ、待って、最悪なんだけど。
いや、バリアをさ、張ろうとしたらさ、あれになったんだけど、獲得するやつになったんだけど、ありえないんだよ。最悪。マジで。うわ、カニタンクだ。やば。ちょっと、きついきついきつい。よしよし、いけるで、これは。取る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 。あ、これ、勝手になっちゃうのか。近づきたく、あんま近づかない方がいいな。え、なになになに、なんか、風花ちゃんが喋り始めてるけど。お、なんか、雨降ってる。やった、あ、こんなのあるんだ。え、真ん中だけじゃないんだ。やべ、インクメ。やべ、あ、マジ今当たった今、避けてなかった、マジで。当たってたんだ。この、しかも確保してるし、炎。やべえ、これ負けちゃう。くそ。この敵って何すればいいの？この、取り終わったの。あ、やばいやばい。結構謎じゃない？あ、やべえ、しまった、クーゲルの正面入っちゃった。普通に塗るしかないよね。まあ、カニタンクちょっとやめな。あ、やっぱ2連投できないからやりづれえ。今のボム挟めたもんな。もう一回。うわー、やっぱ取ったやつが勝つんやな。あれでも勝ち、一応勝ちになるのか、こっちも。あ、なるほど、なるほど。あんま分かってなかった。あ、なるほどね。一応勝ちになるのか。水対草と炎になってるから、一応、構図は。炎が勝っても、炎が一番になっても一応、勝ちになるのか。オッケー。ちょっと寿司使おうかな。寿司にしようかな。あ、なるほどね。あ、トリクラバトルのバッチゲットした。めっちゃ嬉しい。え、でもトリクラバトルうずすぎな。あれ、なかなか取りに行けなくない？で、しかもなんか、さ、敵を倒してから、あの真ん中の確保に行きたいんだけど、近づいた瞬間にすぐ確保状態になって何もできなくなるから。なんか、あ、違う違うってなるんだよね。敵倒してから確保したいのに、勝手に確保しちゃってもう無防備のまま倒されるみたいな。あれちょっとむずいね。だから手前側のやつはやれる。おー、切った、鳥からのタイム来てるよこれ。え、やれるけど向こう側のやつを倒すにはどうすればいいんだろうね。近づいちゃったら確保しちゃうから、近づかないように倒さないといけないのか。ちょっと大変だな。とりあえず最初多分陣地寝る方がいいのかもね、ここは。多分後半忙しくなるから。やべ。え、嘘。マジか。ちょっとショック。エイムがひどすぎた。味方さんに合わせて一緒に多分動かないといけないんだけど。ちょっと待って待って待って。これクラブラ強くないか、これ。このルール。ガチマチでも強いけどさ、クラブラ。これ、ま、防衛側だった。勝ってるチーム側だったらクラブラめっちゃ強くない？もしかして。やだ、炎、ちょっと、ま、やめてやめて、こっちに牙を向かないで。やめてやめて。やべやべ、アップな。やめ、やめておく、やべ、やめておくんなし。やめておくんなまし。やめておくんなまし。あ、取ったんだ、炎。すげえ。あ、違うな。今出たんだ。ちょっと待って、きついきつい。うわ、ちょっと待って。クラブラ、ちょっと待って。やめとこう。
うおこれ忙しい。クラムラちょっとマジでやめて。めっちゃきつい。防衛側のクラムラクソ強えんだよな。なんか今弾けたでしょ、クラブラが。ちょっと行きたいけど、ちょっと変な動き、結構しんどいぞ。やば、あ、いいね、今めっちゃチャンス、うわ、やば。今のは勝ちたかった。炎が取ったんじゃないこれ。とりあえずいいんだよね、勝ちになるんだよね。まあでもこっちがやっぱ一番に乗った方がいいんだよね、プサが。自分のところが。クラブラさんちょっとやめてほしくないマジで。シュッ。とりあえずエリアを確保しないといけないから。ああ、まあ、苦手なんだよな、ウルトラショット。当てられないんだよな。なんかめっちゃいるんだけど。やべ、ハンマーやめて。こいや、まず一緒に。あ、なんで入りに行ったの今。なんで今入りに行ったの。うわー、やばいことよ。これはきついね。うわ、これは、ちょっと。炎側が、スーパーシグナルを取って、リングがめっちゃ撒き散らされるから、その流れで多分水の人たちはこっちに攻めてきたんだよね、多分。なるほどな。まあ、でも一応炎の チームが勝ってくれたから、こっちも一応勝ち。一応、いいはいいんだよね。鳥からとしては勝ちなんだよね、普通に。水を任してるから。普通の、あとは普通の、勝負すごいな、もう、ガロンで揃えてるのか。普通の勝負っていうか、普通の縄張りバトルの方で、あとは、炎とか水に普通に勝てればいいとこだよね。トリカラバトルではあれがいい、あれでいいんだよね。わかんないけど、言っても一応やっぱ、1位になった方がいいんかな。わ、これはちょっと勝ちたいね。水相手だもんね。うわ、相手2連勝してるよ。行くで。勝ちたいね、これは。ナイス、うま。超うまいじゃん。よいしょ。ウルショ、これ苦手な。ウルショとりあえず打って、よし、ナイス。いいよ、なんか勝てそう。フラグフラグやだ。あー、めっちゃ強い味方さんが。やばいな、これは。これ調子乗っちゃうやつじゃない。やばい、一回飛行。あ、めっちゃうめえ。やば、何もしなくてもいいかもしんない、これ。ボン。ボン。ボン。え、ウルショ下手すぎるんだって、なんか。やば。よっしゃい。やったー。いや、ちょっと黙っちゃうわ、これ、マジで。やば。死にそう、これ。危ねえ。なになになに、なになになに、スプラボーム置いてあったのか。うわぁ、後方不注意だ、これ。ここちょっと塗っていこうか。なんか、味方さん、強すぎて多分、あんまり、リスポーンしなそうだから、ちゃんと、塗っていこう。ちゃんとっていうか、まあ、ある程度。全然当たんねえね。
ス。やばいやばいやばい。やばいやばいこれ。足場なかった、やばい、これやっちゃったんじゃない。どうかな。最後ちょマジでやらかしちゃったんだけど。あ、これやばいかもね。いや。マジで。これ最後やっちゃった、やっぱ。やれ、ウルシャン無理に使えなくてよかったな。やべ、使わなきゃってなっちゃった、最後。いや、申し訳ないな。最後、ちょっとやっちゃったね、あれ。それまではなんか、抑えてたんだけどね。やっぱ、ウルションの使い方ですわ。出ちゃったわ、多分。いや、これも勝たなきゃ。わ、すげえ、お風呂2だって。面白いな。うーん、うるしょうるしょ、ダブルうるしょ。やべえ、今のは下手くそでした。どうしようかね。飛ばない方が良さそう。やった、ラッキー。後ろ危ねえ、横か。やばい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 、これまずい。やばい、黙っちゃう、マジで。やった。いや、当たんないのか。意外と、意外と当たんないのか。まあ、完全に外れてたけどね。さすがに大雑把すぎた、今。もったいないな。さすがに。うわ、ぷね。あと一発。うわ、すごいな。ウルショの音が。おわ、おお、お風呂さんがすごい。うん。お風呂さんがすごい音してる。ちょっと待って。ああ。ああ。やったー。当たった。当たると楽しいな。マジで。よし。大丈夫。あ、ナイス。これちょっとまずい。どうしようかな、これ。とりあえず真ん中見てくれてるから、左見よう。やば！負けたんですけど。最悪。いやー、ごめんなさい。どう？今の勝ちたかったな。あ、行ったんじゃない？でも行ったでしょ。ナイスー。いいね。あー。まず黙っちゃうな。オッケー。よし。おわ、すげえ。2222、にゃん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 だよ。スーパー来た、スーパー。ちょっと武器変えよう。プロモデラーちょっと使ってみたいな。プロモデラーさ、サメライド使いたいから、スペシャル装甲なんか乗せたいけど、持ってねえんだよな。なんかスペシャル装甲のいいやつ。
ちょっと1個くらい乗っけとくかな、スペシャル増加。ちょっと、プロモデラー、あんま得意っていうか、あんま使ったことないんだけど。まあ、ちょっとやってみようかな。プロモデラーのこの発射音めっちゃ好き。ドゥル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 って。だけど、うまく使えないんだよね。好きなんだけど、発射音。弾がめっちゃばらけるからさ。打ち合いに勝てないんだ。まあ、打ち合いにね、めちゃくちゃ特化した武器じゃないからってなるけど。これすごいもんね、バラケが。だ、そうだ、出て、打ち始めをずっと打ち続けて戦うんじゃなくて、打ち始めでやった方がいいんだろうけど。あ、炎か、次。これは、勝ちたいっすね。あ、てか、あれだよね。塗っていこう、ちょっと。あ、かぶっちゃった。じゃあちょっと、前らへん、塗りますか。サメライドをとりあえず貯めて、なんだ、お風呂か。ちょっと待って。ちょっと、意外としんどいな、俺。速攻。ちょっと、左こう。プロマデラ、どう立ち回ればいいんだろう。いや、ちょっと待って。地味にこの、インク消費量アップしたの聞いてるな。炭酸ボム。アップな。なんかいるけど。やる。いや、これは追いかけない方がいいです。ちょっと待って。ちょっと待って。どうしよう。ちょっと戻りたいけど、ちょっと待って。あー、やばい。ちょっと戻るタイミングを失ってしまった。今でしょ。やばいやばい。死ぬ死ぬ死ぬ。とりあえず緊急避難で使ってもったいないけど。ほい。味方さんがうめえな。マジ。ちょっと待って。ほい。いやー、なんかもう上に乗っけられなかったし。ちょっと待って。ほい。もうカニタンクやってくれてるから、今のうちにちょっと。いや、味方さんがうめえんだ。ちょっと待って、きついわ。プロモデラーの戦い方求む。うわ、最悪。もうサメライドを打ちたかった。やばい。使いこなせてないぞ、この武器を。いや、結構むずいな。シュッシュッ。うわ、奇襲じゃ。あれ、全然当たんない。やばいやばい。サメライドどうだ。あ、ダメなんだ。マジでなんか悲しすぎるんだけど。おい、やばい。え、なんかいる。うわー、帰ってきてる。バイキング。あ、なんか全然当たんない。いや、全然当たんない。マジで今の当たんないんだ。あ、ちょっとずれてたかもね、ギリギリ。マジか。ちょっとショックなんですけど。まあ、ちょっと急に来てビビったってなるけど。いや、ちょっと大変すぎないこれ。ちょっと待って、やばい。え、怖い。それは当たるんですか。マジでダメだ。全然使いこなせてないわ。うわぁ、もうダメだ。申し訳ないわ、マジで。なんかスプラやってると申し訳ないが口癖になるよな。ありがとうございます。いや、楽しいけどむずいな、プロモデラー。倒しに行く感じじゃないもんね、結構ね。塗って、まあ、至近距離で倒せたらいいけど、塗りに行って、サメライドで荒らすみたいな感じだもんね。なんかこの相手インク軽減めっちゃつかない、フェスティって。なんか前回もだったんだけど。来た。あ、これ水には勝ちたいよな。ちょっと怖いんだけど、ガロン。2ガロン怖い。
いやー、ちょっとね、ザップ取り出してみたけど、どうかな、うまく使えるかな、ザップ。とりあえずドリンクを出して、やばいやばいやばい、ちょっと待って、ちょっと待って、うわーおい、あーやっちゃった。うわ、カニダンク、ちょっと待って、なんか変なところ来ちゃった。いや、嫌なところ来ちゃったな。ちょっと壁にしよう、とりあえず。うわ、後ろ、これやばいな、やばい、挟まれてる、やばい、うわ、ちょっとこれやばいかも、ちょっとガロンに暴れられてるわ。くそー、うわ、全然当たんない。ちょっと待って。やばいやばい、ちょっと待って。もう最悪。はぁ、ボム変なところつくし。下がろうと思ったら下がれなかったし。最悪や。うわ、もうカニタンクだ。カニタンク全然うまく使えないんだよな、自分が使うと。めっちゃ押されてるなぁ、これ。うわっ、危ねえ。うわぁ、い。このガロンがね、うん。ちょっと削れてたらさ、もう一発当たったらアウトじゃん。ほぼほぼ。それが辛いよな、やっぱ。よし。ほら、ガロン。いやぁ、ちょっと、オップね。よしよしよし。いたいたいた。なになに、いや、もうか、言うの最悪や。インクないし。インクないし。ドリンク出したかったし。最悪なんじゃ。マジで。カニタンクめっちゃ出てんな。やばい、これまずい。あぶねえ。ありがてえ。よっしゃい。どんどん行こう、どんどん行こう、どんどん行こう。もう最後だから。よしよしよし。よしよしよし。ワイプアウト、ナイスナイス。いける、これは。これはいける、ちょっとぬろぬろ。とりあえず塗り返して。もう、逆転の目がないように、塗りに塗って。さあ、これは勝ったでしょ。これは勝ったでしょ。さすがに。オッケー。いいね。勝ったよ。ちょっと水に勝てて嬉しいわ。とりあえず。あー、よかった。お、なんか、もらえるみたい。お、武器の熟練度アップのやつか。ということで今回はね、フェスをやっていきましたと。ちょっと待って、フィールド出よう。広場に。せっかくだから。いや、ポケモンコラボやっぱいいね。テンション上がるわ。いや、このさ、マジでフェスティーずっと欲しいんだけど、キア。フェス終わっても、終わってもさ、欲しい。ニャオハ書いてあるもんね。めっちゃいいな、これ。で、まぁ、今回はね、フェスで。フェスということで、帰ってきちゃったんだけど、間違って。あ、ノリノリクラケくんがいない。前回いたはずの。フェスということでね、まあ、フェスティになるんで、ちょっとね、ここがない影響で、いつもとね、ちょっと戦い方というか、まあ、バトルのやりやすさがね、変わったりして、なかなかフェスはそこが大変だなって感じなんですけど、ちょっと今回ね、あんまりちょっとフェスがっつりできなかったのが、ちょっと残念だったんだけどさ。いや、草ね、勝ってほしいね。どうなってるんだろうね。多分この動画を上げる頃にはもう結果出てると思うんだけど。いやー、どうなるか楽しみ。じゃあ普段はね、結構ね、最近はノバブラだったり、ホットブラスター。ホットブラスターやっぱメインク権限ちょっと一個メイン欲しいなー、ちょっと。まだね、インク管理があんまりうまくできてないから。
フォトブラスターだったり、ノーブラスターだったり、ワイパーだったり、あとは若葉シューターとかもね、結構好きで使ったりするんですけど、やっぱザップ、いいね、なんか。結構メイン性能もね、悪くはないしね。当てやすいしね。寿司もね、結構好きなんだけど。ということで、そんな話は置いといて。とりあえず今回はね、フェスでしたということで。あ、かわいい。うわ、いいな、草。やっぱ草タイプ結構ね、好きなポケモンも多いんで。いや、勝てるかな、あと楽しみだね、マジで。まあ、スプラもね、またね、やっていきたいんだけど、まあ、とりあえずね、ポケモンコラボということで、今回は、スプラのフェスが、ポケモンもね、めちゃくちゃ楽しみなので。いや、これマジでくれないかな、このギア。にゃんは。これはいいよね、これ普通に。またね、こんなね、ポケモンコラボとかやってほしいけどね、フェス。ということで、今回はこんな感じで。次回もまた会えたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。